はい、皆さんこんにちは。今日はちょっと違うハンバーガーを食べてみようと思います。違うハンバーガーって言ってもね、こいつです。モスバーガー。今マクドナルド相当高くなってるじゃないですか。なんかもう同じ値段かそれ以下の値段でモスバーガー買えちゃうんですよ。ちなみにこの何ですか、普通のモスバーガーは320円ですからね。だいぶいいと思いません？ね、トマトとマックと違ってちゃんとバンズで美味しいパティで、このタレがもう半端なくかかってます。ここもやっぱマックとちょっと違うところですね。であとトマト、これ絶品なんで320円でこれ食べれると思うとちょっとすごいいいと思います。はい、あと今ちょっと食べ過ぎです。あと今このモスバーガーで、なんですか、飛び切りシリーズあるじゃないですか。もうあれもほんと美味しくてですね、最高です。飛び切りプレーンだったら360円ですね。はいはい、続いてはこちらです。飛び切りサンドチーズ。これ多分チーズちょっといいやつ使ってあるんでしょうね。なんか匂いがやばいです。ものすごく美味しそうな匂い。入ってるのは玉ねぎとお肉とチーズなんですけど、これも本当絶品ですよ。はい、これ本当美味しいです。食べてみることをおすすめします。チーズの香りがもう本当すごい。今モスバーガーで国民的ご馳走とかいう名目で出してると思うんですけど、まあ確かにこれだったら360円払ってもいいなっていう感じです。すごい美味しいです。はい、じゃあ今日はモスバーガーの飛び切りプレーンチーズとモスバーガーの紹介でした。はい、よかったらチャンネル登録もお願いします。